トルが始まるんですが、リズム変わったけど歌いにくい、めちゃくちゃむずい。いやな、みんなすごい、うん、できる裏切りをなんて言うたらいいのか。おはようございます。おはようございます。お願いし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 ます。おはようございます。お願いします。おはようござい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 ます。でも今のところで十分だけどね。今までやってたところがあるでしょ。セボーダの諸翔輝です。今から、ピアアリーナの、リハーサルが始まるんですが、初っ端からアクシデントです。誰のやってるよ、これやってるよ。あー権限場やってます。誰かこれどうしたんですか。えアリーナのリハですよ、これから。どうしました、どうしました。いや、なんで、あ、揺れてる、揺れてる。こんな感じで頑張っていきます。よろしくお願いします。最後出せちゃダメよ。今ライフの練習中です。リズムパターンが変わるので、ミュート君は難しいリズムで歌を歌わなきゃいけません。リズム変わったけど歌いにくい、めちゃくちゃむずい。でもね、もう早くない？やり始めてまだ30分くらいじゃない。多分30分なんです。1000回やったと思う。でもなかなかこんなね、リズムパターンやりながらさ歌える人ってさ少ないよね。あんまり少ないよね。ハイちゃんもだってそのさビートキープしたままさ歌うじゃん、自分のパート。俺もそんなできないもん。だってでもハイちゃん結構一発でできたよね。やっぱさすがドラマだなと思った。さすが、いいね。でもいいチャレンジだわ。でもチャレンジをピアアリーナからします。今何やってるんですか。練習だよ。青空と爆弾だよ。青空と爆弾ですか。ギター始めてから何ヶ月だ。半年経ったぐらい。半年、半年経ったぐらい。半年でもう BPM190 あたりの。ゆっくりだったらさ、なるちゃんと、早いからさ。しかも歌わなきゃいけないっていうね。歌わなきゃいけないんですよ。それがね、いやだ、みんなすごい、本当に。それやばいっすね。いや、みんなすごい、マジで。練習頑張ってください。アタック。真田君にアタックしてみようというコーナーですけど、どうですリハの感じは。いいんじゃないですか、今日いい雰囲気ですよ。今日なんかさ、なんか円滑に進んでるよね。今までなんか全体で話すみたいなことなかったけど、うん、なんかみんなが子供のようになんかいろんなね、一歩を作ろうってなってから、ね、いいよね。アリーナこの曲今ライフを練習してるんですけど、はい、ちょっと進化しそうだね。そうだね。まあそのホールツアー回ってる人からしたらそんなねめちゃくちゃでかい変化って、うん、ないのかななんて思ってるかもしれないですけど、やっぱ期待を裏切っていかないといけないですからね。ですね。ちょっとずつね、この限られた時間の中で精一杯こうできる裏切りを、うん、ね、やっていけたらいいよね。じゃあ練習頑張ってください。あざーす。近いね。距離感がな。で、サラダクにアタックっていう曲。アタックすぎて、いいように見えるよ、それ。じゃあ頑張ってください。今はですね、キーボードのね、音色をね、探してます。音響のスタッフさんと、なんか実は、こうやって一個一個、音のね、種類を決めて、どれが曲に合うのか、どの音がこの曲をもっと底上げしてくれるのかと、選んでくれているところでございます。まずはクリップチェックからお願いします。次も
もっとやってもっとやってってシンプルに問いかけて、その上でじゃあなんかサーフィン言った通り次は遅くやってみるみたいなやつの方が、アリーナを大人数相手にするとしたら、まあ、めちゃくちゃシンプルなのかなと思う。一回サビまでやってみていい？はい、お願いします。聞いてもらってどっちの方がハリースムーズかって。はい、どうも、セレモナです。まずは、ホールツアー、はい、本当に皆さんありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そしてですね、絶賛、はい、アリーナの方のリハーサルに真っ最中でございます、はいはいはい、ちょっとね、まあすごいたくさん変わるってわけじゃないんですけど、うん、まあ、ちょこちょこ、うん、ちょっとアリーナバージョン、うん、アリーナ仕様にね、仕様にためにちょっとずつね、はい、今日もなんか思いついたこととかね、そうなんかラフにみんなで挑戦してみたい。結構大きなことでしたね。結構大きなことですね。取り組んだこと、いやー、結構でかいよね。結構でかい。そこが伝わるといいですね。そうね、そんな感じですので、ぜひぜひね、アリーナコール楽しみにしていていただきながら、まあちょっとこういうね、ご時世です、うん、本当にこうやってライブが続けられてることが本当ありがたいなと思います。もちろんこういう状況なんで、来たくても来れない方もたくさんいると思うんですけども、本当にみんながみんな自分の選択を責めないような状態でほしいなとも思いますし、来た人、まあ、来れなかった人も楽しんでもらえるようなことを、ちょっと今絶賛考えてますので、はい、来れない人はそれちょっと楽しみにしていただいて、もし来れるよって人は全力で、はい、その場を楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひぜひ一緒に楽しい時間を直接でも直接じゃなくても一緒に過ごせたら嬉しいと思います。というわけで頑張ってきます。アリーナ楽しんできます。以上、セボナでした。バイバイ。バイバイ。無事に終えられますように。